尻尾、どうして、どうしてここに。あなたはとっくに分かってる。今回私から離、はあ、みんな私から離れてく。一体どうすればいいの。俺様は離れてねえだろ。もう何も聞きたくない。尻尾、あなたがいなくなるところなんて見たくない。お前本当に反乱か。それは西洋がお前の気持ちをかき乱してるだけだろ。シャキッとしやがれ。みんな離れていっちゃう。みんな、みんな離れていっちゃう。簡単な話だ。俺様が全員連れ戻してやる。おい、見やがれ。俺様が全員連れ戻してやったぜ。何、何が戻ってきたの。フォーフォー、私の可愛い娘。お父さんもお母さんもあなたを一人にするべきじゃなかったわ。フォーフォー、ごめん。お前の尻尾が僕よりかっこいいから嫉妬してたんだ。フォーフォー、そのかっこいい尻尾になりたくて最近は夢にまで見るの。一緒に遊んでくれる。みんな尻尾が取り付いて力ずくで連れてきたんでしょ。戻ってきてなんかない。たくよ、なんであれ戻ってきてんだろうが。尻尾、あなた幻覚じゃないの。本当の尻尾なの。今までどこに行ってたの。私てっきりあなたはもう死んだってか。本当に大変だったぜ。無数の断片にされちまって苦労してなんとかまた一つに戻ったんだ。お前と一緒にいた頃はずっと不幸な目に遭ってたんだから、少しくらい幸運が巡ってこなきゃおかしいだろ。本当は逃げるつもりだったけど、お前が心配でわざわざ確認しに戻ってきてやったんだ。この育児なしが少しは進歩したのか。うん、少しも進歩してないと思う。いや、それは過小評価しすぎだろう。これは進歩どころじゃねえ。あんな臆病だったやつが一人でこんな危険なことをするなんざ、むしろ大胆不敵になってんじゃねえか。どうしようもなかったんだもん。フエンが私を騙してるのは分かってたけど、この機会を逃したらもう見つからないかもって思って。その話はやめろ。おい泣き虫、こいつらがお前から離れていったのは本当に俺様が原因なのか。少なくとも今尻尾は戻ってきてくれた。だからもう十分。お前がそう言うなら俺様も気にしねえからな。また大騒ぎを起こしたりしないように、やっぱり俺様が見といてやんねえと。逃げられると思ってんじゃねえぞ。あれ、ノロマナ重防止のハンガーやっと来たんだ。おやおや、これはこれは尻尾様、また番犬に戻ったんだね。おめでとう。残念だけど前回の教訓を得てお前を私の計画に組み込むことはやめたの。両元の最も強い断片でも余計な感情を持っちゃったらただのゴミでしかないからね。誰がゴミだって。中央市の陣がある以上西洋は水縁から離れることはできない。あなたが得策だと思ってる一手は追い詰められた獣の悪あがきに過ぎないと思うけど。私はここを離れようなんて思ったことないけど。航路の中から目覚め、水縁に来た目的はただ一つ、ラフの将軍と戦うこと。お前たちの将軍は寛平の刑が好きみたいだから、それに合わせて
お前たちのために計画を立て、西洋をここに集めさせ、私の力にしたってわけ。お前たちのおかげで私は水炎に集められた西洋の力を吸収することができた。これで準備は整った。その前に約束通り、お前たち増兵を皆殺しにしてやる。何回倒しても元に戻っちゃう。尻尾どうすればいいの？安心しろ、西洋には形がないが、形あるものに倒せないわけじゃねえ。フエンは無理してるだけだ。一度でも自分が精神的に負けたと思えば、どんなに強い西洋でもまた集約するのは難しい。それって両元と将軍の戦いの時と同じように、西洋が負ける定めを意識すれば形も崩れるってこと？そうだ、今あいつを本当の意味で潰せるのは一人しかいねえ。やっと来たんだ、ラフの将軍。ようやく私と対局する気になった？本営までたどり着けたら当時の戦いを再開する。ただ前に言ったように、東行と両元、当時交戦した双方の力は互角だった。しかしこの対局においては最初から公平ではない。私の実力は君よりもずっと上だからな。規則厳守も互角も騎士がよく見る幻覚だ。私が終盤の戦い方を教えてあげよう。人間の勝敗は私にとって無意味。私たちには私たちの規則がある。そうか。結局私は両元じゃなかった。私はただの